ようこそ手塚さんの全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、好きな手塚作品ランキング、こちらお届けしたいと思います。こちらはですね、ネトラボ調査隊さんの記事によりますランキングでございまして、詳細見てみますと、今回ネトラボ調査隊では2022年2月13日から2月20日まで手塚治虫の作品であなたが好きなのはというアンケートを実施しましたとありますね。公開日がですね、2022年2月22日ということで、ランキングも22位に合わせたのか分かりませんけれども、2022年のこのご時世にですね、手塚治虫作品ランキングということでですね、その心意気と最新投票結果ということでですね、このチャンネルでちょっと楽しみながら取り上げてみたいなと思った次第であります。得票総数はですね、2210票とありますので、まあ、若干少ないかなという感じはしますけれども、得票年齢層もちょっとね、わからない、公表されていないので、どのような偏りが出るのかはわかりませんが、まあ、ひょっとしたらですね、まあ、トンチンカンな結果になるのかもしれませんけれども、しかしですね、我々ファンにとってはこのような、調査結果があるということだけでね、もう嬉しい限りでございます。これによりましてですね、一人でも多くの方に手塚作品を触れる、知る良い機会になればと、思っておりますので、こういう企画はどんどんやってほしいと思います。まあ、拡散という意味も込めまして、このチャンネルで取り上げてみたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。でですね、最初にちょっと言っておきたいんですが、冒頭のタイトルですでにですね、ブラックジャックに決定というふうに出ちゃっておりますので、1位のドキドキ感がまるで楽しめないという、ことになっております。ネトラボさん、ちょっと頼んますね、本当にね。このラインだけはね、ちょっと死守してほしかったという願いがありますけれども、まあ、1位晒すのはね、まあ、ちょっと勘弁いただければと思います。今後にね、参考していただければと思います。というわけで見ていきますが、必然的に2位ももう決まっちゃってるというね、もう手塚ファンにとっては、まあ、ある程度予想できちゃうわけでありますけど、まあ、そんなことを、言わずにですね、まあ、楽しんでいこうと思いますので、では見ていきましょう。さあ、というわけで22位から見ていきましょう。22位はですね、新宝島であります。ここ来ますか。いきなりですね、日本漫画の原点である漫画がこの順位ということで、これを高いと見るか低いと見るかですね。でもね、そうですね、知ってるっていう認知度があるっていうだけでも、ランクインしているということだけでもすごいかなというふうに僕は思います。次行きましょう。第21位がマグマ大使ですね。これもすごいですね。意外に認知度あるんですね。よく言われるのがですね、マグマ大使は知ってるけど、作者は手塚治虫っていうのは知らなかったとかね。まあ、これあるあるなんでね。21位に来ました。はい、続いて20位がメトロポリスですね。これ見ますとですね、思ったより得票の、年齢層高いような気がしますね。多くの著名人たちに影響を与えた初期 SF 三部作の傑作がランクインということですね。はい、続いて第19位はムーがランクインしてきました。一転してここを来ましたね。映画化の影響でありましょうか。ここはね、絶対に原作の方をね、読んでおいてほしいと思います。めちゃくちゃ面白い作品ですよね。はい、続いて18位いきましょう。18位はミッドナイト。なるほど。ブラックジャックのタクシードライバー版と言われるミッドナイトですね。1話完結形式で読みやすい手塚治虫お得意のね、ヒューマンドラマというところで18位となっております。さあ、続いて17位いきましょう。17位はキリヒトさんか。これはですね、個人的にはもっと上に行ってほしかったなと思う作品です。なかなか
ですけどこれまで見てみるとね、ばらけた乱れたランキングになってますね。ちょっと年齢層がつかめないところを見ますと、まあ、かなりばらけた年齢層の投票だったんじゃないかなというふうに思います。はい、続けて16位いきましょう。16位は日だまりの木ですね。はい、晩年の傑作の一つであります。舞台化も多くされておりますので、そのあたりの認知度も高い作品なのかなという感じがしますね。はい、続けて15位でありますが、14位が同率ということで、2作品、まず1つがワンダースリーですね、初期黄金時代の代表作というところで、テレビアニメもヒットしまして、手塚治虫といえばこの作品という方もね、多い、人気作であります。続いて同率の14位はヴァンパイア。これもですね、手塚治虫のある種の、ターニングポイントにもなった作品ですね。ここから、作風にですね、大きな、変化のうちに見られてきますので、非常にこの注目しておきたい作品の一つですよね。ヴァンパイア以前とヴァンパイア以後の作品をね、見比べてみると面白いかと思います。はい、続いては第13位ですね。13位はユニコであります。手塚漫画一不幸なキャラと言われているユニコでありますね。幸せすぎて忘却の彼方に吹き飛ばされてしまうという悲劇のストーリーを持つ、それでいて手塚作品中最も可愛いキャラというね、最強の不分率を備えた萌えキャラであります。もう見てるだけでね、癒される最強の手塚キャラのと言っても過言ではないでしょう。はい、続いて第12位ですけど、11位になってますね。同率の第11位、こちらは不思議なメルボ。なるほど、これきますか。手塚治虫がですね、挑戦した性教育漫画ということですよね。児童漫画に、性教育を持ち込んだ画期的作品であります。同じく同率11位にブッダ登場ですね。ここで来ましたね。早くも登場というところで、個人的にはちょっと早い気がしますね。テーマが重いためなのか、どうなんですかね。まあ順当といえば順当なのかもしれませんけれども、この作品はですね、そもそも、児童漫画、少年漫画レベルでね、仏教というものを描いておりますので、先入観なしにですね、エンタメとして、楽しんでいただきたい作品ですよね。はい、さあではいよいよベスト10いきましょう。ベスト10のランキングであります。はい、第10位は海のトリトンになってますね。ベスト10ランクインしました。なるほど、アニメの影響が強いような、気もしますね。本作もですね、ちょっと語るべきところ非常に多くてですね、まだこのチャンネルでは取り上げておりませんが、そうですね、まあ、人気があるのでちょっと動画撮ってみようかなっていう、感じであります。はい、続けて第9位ですね。9位いきましょう。要はジャングル大帝ですね。これね、何がすごいって、1950年ですからね、70年前の作品ですからね、もう信じられない漫画ですよね。あの手塚先生がまだ大学生時代に描いていたというね、手塚初期の傑作であります。もう全人類、人類日本人、必読の漫画であると思います。さあ、それでは第8位いきましょう。第8位はですね、七色インコであります。これもですね、まだこのチャンネルで取り上げていない作品でありますけれども、そうですね、そろそろやってみようかなというね、気になっておりますので、しばしお待ちいただければと思います。はい、続けて第7位いきましょう。第7位はですね、鉄腕アトムですね。日本を代表するキャラクター、漫画というね、もう代名詞的なキャラクターと言えるんではないでしょうか。思ったよりね、ランクが低いのはですね、もうアトム世代がちょっと少なくなってきているのかなっていう気はしますね。ですが、やはり日本漫画、日本のアニメを歴史を築いてきた偉大な漫画の一つと言えるのは間違いありません。はい、というわけで第6位いきましょう。第6位はアドルフニツ。来ましたね。ベスト3入るとはね、ちょっと個人的には思っておりましたけれども、手塚晩年の傑作であります。これもですね、まだ動画でご紹介できてはいないんですけれども、
これはね、すごすぎてね、ちょっと動画が作れないというようなね、ぐらい僕はちょっとこのアドルフが大好きでありまして、まあいずれと言いますか、まあはい、必ず動画にしますので、はい、その時までしばしお待ちいただければと思います。でいよいよここからはベスト5のご紹介となります。さあ第5位いきましょう。第5位はですね、ドロロであります。やっぱり人気ありますよね、漫画アニメ実写ゲームなどあらゆるメディアに影響を与えた手塚治虫史上最強のプラットフォームを持つ代表作と言えます。まあ、これはね納得のランクインでしょう。はい、続いて第4位いきましょう。4位は見つめが通るですか。なるほど、これもね、まだ動画にできていない傑作であります。 SF 怪奇古代オカルトロリコン変身などですね、もう手塚治虫のあらゆる要素がミックスされたまさにらしい作品ですよね。はい、これも必ず動画にしますんで、はい、その時までお待ちいただければと思います。さあそしていよいよベスト3の発表でありますが、まあ1位はブラックジャックというところで、2位はあれが来るんで、3位なんでしょうね。はい、では3位、では3位の発表いきます。3位はリボンの騎士というところでベスト3に食い込んできましたね。はい、この順位見ますと、案外、偏りがなくですね、幅広い年齢層の方々に、投票されたんじゃないかなという感じしますよね。少女漫画の元祖と言っても過言ではない少女漫画の傑作がランクインとなりました。はい、というわけで第2位いきますが、まあ、2位は火の鳥ですよね。まあ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 、これはもうどっちがどっちっていうような形になっちゃってるんでね、もう1位と2位、1位がもう見えちゃってるんで、まあそういう形ですね。まあよっぽどのね番狂わせがない限りやっぱりこの2作品で決定かなっていう感じはします。で個人的にはですね、このやっぱ火の鳥はもう、全日本の全ての漫画作品の中においても最高峰なんじゃないかなというようなね、立ち位置だと思います。読んだことない方ね、まあ、もしおられましたらもうぜひ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 読んでほしい作品であります。はい、というわけでね、もう答え出ておりますけれど、第1位見てみましょう。第1位はブラックジャックであります。全体のですね 28.6% となる361票獲得して堂々の1位ということですね。まあこれはね、もう誰が読んでも面白い作品でありますし、本当にねお年寄りから子供まで、もう誰でも読めます。そして分かりやすくて、1話完結、シンプルでいて深い、めちゃくちゃ面白いというね、もう本当このような作品っていうのはもう、どうでしょう、数えるぐらいしかもうないんじゃないですかね。そして火の鳥と合わせて、まあ、ほぼ確実にね、図書館にも置いてあるという日本漫画にとってもまさに鉄板の至高の作品であります。ただただですね、心奪われる瞬間というのをぜひぜひ体験してほしいと思います。はい、それではですね、最後に総括したいと思いますが、まあ見た感じですね、思ったより順当なランキング結果になったんじゃないかなと、個人的には思っております。特別トリッキーな偏りというのはまあなかったかなっていう感じですね。非常にきらびやかなね作品の並びになったんじゃないかなと思います。個人的な感想をね、ここで、申し上げますと、やはり綾子、バルボラ、超人体系あたりのね、手塚先生が悪魔に魂を売った的な狂気をね、秘めた傑作群がもうちょっと、ランキングに来るとね面白いかなっていう気はします。ムーとかね、キリヒト参加も入っていたんで、決してドス黒い作品が、否定されているわけじゃないと思いますので、まあ、認知度の違いなのかなっていう気はしますね。
あとは人間ども集まれであるとかジレッタであるとか、まあ、アダルト作品はねさすがにランクインはしてきませんでしたけれども、まあ、そういうね蛍光灯の下で読むようなね、漫画じゃないというのも手塚治虫が持つ魅力の一面の、一つでありますので、そこら辺もね、ぜひ多くの方に皆さんに知っていただきたいと思います。あとはそうですね、ルードヴィヒなんかはですね晩年の傑作で非常に面白い見応えのある作品なんですけれども、やはり未完というね完結していないという理由から選ばれなかったのかなという気はします。ネオファウストなんかも、同じ理由ですよね、まあ、あとは紙の砦など その戦争ものですよね、手塚先生が生き恥を晒してでも描きたかったというね、戦争の悲惨さを伝えた傑作であります。このあたりはですねより何でしょうオーセンティックな、手塚先生を見ることができるんでね非常におすすめであります。教科書にも載っておりますし、一度ぐらいはまあ目を通したことがあるというような方もね多いんではないでしょうか。図書館とかにもね置いてある作品でありますので、はい、という感じですかね、総括としては。はい、というわけでね皆さんもこのランキング参考にしていただきましてですね、たくさんの手塚作品に触れるきっかけ持っていただけますと非常に幸いでございます。というわけでこの辺でお開きとさせていただきます。また次回からですね、作品紹介していきたいと思いますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では最後までご視聴くださりありがとうございました。